ということでタイトルアウトの旅行8日目になります、今からですねバスに乗って中心部まで来てます、はい、今ですね緑色のバスじゃないですけどこの軽トラの荷台をバスにしたような感じのやつになんとか乗ることができました。無事タラート様に着きました。ここで乗り終わった後にお金を払うみたいですね。すごいタラート様めちゃくちゃ家電商品売ってます。東芝とかパナソニックとかの冷蔵庫もありますね。あれこんなの出してたんですかね、パナソニックね。こんな浄水器みたいな産業とかもありますよ。いや見つけました。なかなかラオスで見ることないなと思ってたんですけど、これ DVD 屋ですね。多分コピー DVD 屋、結構タイの、多分タイのなんかストレッチ DVD とかたくさん売ってます。これすごいですよね、4作品が1枚に入ってるって。なかなかお得感あります。これも面白そう。マジンガー Z ってなんかよくわからないヒーローもんが一緒になってる。結構ねある内容としては仏教系のものとか、まあちょこちょこドラえもんみたいなアニメとか、なんかインディアン映画かな、これタイ映画かな、よくわかんないですけど、そういうのが結構多いですね。すごいな、 DVD だけじゃないです、ゲームを売ってます。ゲームでプレステ2とかもあるし、これは何のゲームなんでしょうね。これはゲームなのか DVD なのかよくわかんないですけど、多分ゲームでしょうね。何のソフトなのかが僕見たことないんでよくわかんないですけど、多分パソコンでやるような感じのゲームなのかなって感じで。ハリウッドモンのやつないなとか言ってましたけど、結構ありましたね。中の方入ったら結構ねありますね。嘘でしょ、もうアベンジャーズエンドゲームありますよ。 How much is this? 1000? これも60円ですよ。これも60円。ハリウッドも結構あったんですけど、中の方入ってみると韓流がめちゃくちゃ多いです。韓流ドラマすごい数並んでます。これまた別のところですけど、なんか道端にねこういう箱が置いてありました。最新ゲームの箱みたいな感じでしょうかね。 Xbox 360、 プレステ3とか置いてます。ちょっとね上を見てみるとすごいですね。タラートさんいくつか建物があるんですけど、例えばこういうあんまり使われてない建物も中にはあって、それはもうこんな感じで廃墟と化しております。まあ一応売り場にはなってるのかな、けどもうすごいですよね、廃墟感がいけつないですね。ああいやすごい、あ普通に店がありました、普通に店がありましたね。普通にね店があって、奥の方にも一応店があると。ただちょっと賑わってる感じは正直しないですね。うん、なんかちょっと賑やかな感じになってきましたね。ただそれでもちょっとまだ廃墟感は否めない落書き。いや面白いですね、タラートサウの廃墟。廃墟って言っちゃいけないんでしょうけど、もうこれ誰が見ても廃墟ですよね正直。ただ廃墟だけどまだ使われてて、そこには活気はないにしても市場があって、こういう使われ方してるんだってすごく衝撃的な感じでしたね。うん、まあ日本の商店街でもシャッター商店街ってありますけど、それをはるかに凌駕するような勢いの廃墟感、シャッター感といいますか、それがここにはあるなという感じがしましたね。はい、タラートサウの一番、大きなモールの正面入り口から入っていくと、まず目にあるのはこちらの UFO キャッチャーです。チャイナ製の UFO キャッチャーですね。おとといこれ僕やったんですけど、1万キープで5回できるんですよ。130円で5回できるっていう太っ腹で。はい、で資生堂なんかもありますね。でこちらなんでしょう、 DJ ステーションって書いてるんですけど、ここで多分ラジオ放送とかをするはずなのかもしれないですけど、誰もいないです。でこちらのね受付みたいなところ、こちらでタラートサウのご案内インフォメーションやってるはずなんですけど、ここも誰もいないっていう、なんだかちょっと怖いですよね。もう多分ねタラートサウで一番綺麗な店構えしてるのがこちらですね。ミニソー、ミニソーでございます。あの中国の日本風っぽい店の
ザ中国の店ね。いやこれねミニトいるんですけど、これねびっくりしました。これポータブルワイヤレススピーカーなんですけど、こちらにね書いてるの分かります？ダイレクテッドバイジャパニーズカンパニーって書いてある。つまり日本の会社が監修してると。いやこれは知らなかったですね。ミニソーね、もう中国の会社が勝手に日本っぽいことをやってるだけなのかなと思ったら、ちゃんとね日本の会社の監修が入ってるそうです。これは意外でしたね。すごい日陰だからかわかんないですけど、堂々と歩道に駐車してる BMW。 この ANZ ってどっかで見たことあるなって思ったら、これオーストラリアとニュージーランドの銀行なんですね。すごい、こちらコピー屋さん見つけました。コピー屋さん90でできるっぽいですよ。1枚90だから。90っていくらえ、90っていくらっすかね。いやなんか思いもよらない場所にすごいの見つけましたね。なんだろうこれ、全然観光客も何もいないですけど、街中にドーンといきなり、これかっこいいな。いやこのザ・ファーストって店めちゃくちゃ良かった。はい、というわけで着きました。こちらですね、東京ラーメン鳥丸。すごい、入るなりワンピースがあります。ワンピース、はい、極み醤油ラーメンというのを頼みました。なんだか究極の魚介かける鶏ガラスープっていう名目で売られてるやつです。はい、東京ラーメン食べられました。いやうまかったですね。スープが絶品でした。麺も普通に美味しくて、なんか細麺なんですけど結構美味しくてですね、なかなか醤油ラーメンで細麺ってそういえばあんまないような気もするんですけど、でも美味しかったですね。 200g の大盛りを頼んだんですけどもお腹いっぱいです。車で連れられて運送会社つけました。ここはうわすごい、なんでしょうね、この段ボールからも分かるように漢字がめちゃくちゃ書いてますけど、中国とかからの荷物が一堂に集う物流倉庫みたいな感じらしいです。だからこのコマリーさん宛ての中国からの荷物がここに届いてる、でここに荷物を取りに来るみたいな感じ。はい、先ほどの物流倉庫外から見るとこんな感じですね。なんか別にでっかい看板があるとかそういうわけでもなく、ここに中国からの荷物がどっさり届いてるわけですね。はい、荷物が届きました。あと2つくらいちっちゃい荷物だったんですけど、これ受け取るのに730円かかったとのことです。はい、ローカルなフライドチキン屋さんに来ました。また露店みたいな感じですね、ストリートフードみたいな感じですね。来ましたチキン、すごいな。おお、めちゃくちゃ早い、頼んでから来るまでが。これ一皿1万キープ、つまり130円くらいみたいですね。これね、ケチャップとマスタードみたいな感じを持ってたら注意です。こっちが普通のケチャップなんですけど、こっちが辛いソースらしいです。だからこれをマスタードと思って使うとめちゃくちゃ辛いのを食べちゃうことになります。チキンを食べてるんですけど、ケチャップにつけながら食べてますが、まあ、ちょっとねオイリーな気もしますね。リトルビットオイリー。わーっと、うん、本当に注文受けてすぐ作るんで、もう揚げたてなんですよ、ほかほかで。それすごいうまいですね。うまい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 。はい、こちらですね、僕らが今、チキンを食べたのはカービングフライドチキン、略して KFC だそうです。あのケンタッキーフライドチキンと略すと一緒という、韓国のツアリスト向けの例えばまあ旅行雑誌か旅行番組かよくわかんないですけど、そういうのでも紹介されたことがあるくらい結構有名らしくて、うん、またまた、メコン川沿いに来ました。メコン川沿いの公園ですね。今屋台でかき氷を頼んでおります。かき氷すごい、いろんなシロップかけてますね。来ました、これがかき氷です。うまそう、これで5000キープですからね、いいね。はい、メコン川沿いのマーケット、今の時刻が6時ぐらいってことで、皆さん今からマーケットを開き始めてるって感じですね。結構マネキンを組み立ててたりする光景を見かけます。
すごい、着きました。こちらラオスメコン川の近く、ビエンチャの近くにある巨大な藁の像です。これは虎ですね。わあ、かっこいいな。はい、虎の次はキングコングもいました。キングコングに連れ去られそう。連れ去られてる、連れ去られてるね。あー、びっくりしてんだ。連れ去られそうでびっくりしてんだ、びっくりしてんだ。いやー、素晴らしいなこれは。何これ、いくつ頭持ってんの。今のメコン川見てください、この色なかなかないんじゃないのこれは。いやー、幻想的すぎるでしょこれ。いや、すごいな。